第18節が終わりました。ソコボイスです。山形戦6月2日日曜日でした。後ろの状況見えますかね。どっしゃ降りです。試合前にもかなり強い雨が降って、で試合開始してからは逆に止んで、でその後ね、日が差す時間帯もあったんですけれども、後半途中からもうものすごい土砂降りになりまして、今もその強い雨が降り続いています。結果0対0スコアレスドローという形になりました。まあ、勝ち点1を詰めたのは良かったかなと思いますが、守備陣が、ね、奮闘してゼロに抑えてくれたことは良かったと思いますが、途中 PK がうちありましたんでね、その PK を決めきれず、まあもちろんたらればはあんまりというところがあります。でその後ね、やっぱりゴールを割りたかったなっていう、まあ、もちろん入ってれば一番良かったですけれども、まあ、ゴールに迫るシーンとかはね、非常に増えてきたところがあると思うので、守備も奮闘してます。でゴール前に迫る機会も増えてます。チャンスも増えてます。得点の匂いっていうのもしてます。最後の最後の押し込みっていうところでもかなり期待感高かったですし、ただやっぱり割ることができなかった、その結果っていうのを受け止めなきゃいけないなと思いますし、難しい状況っていうのはねまだ続きますが、でホームで勝ててない状況っていうのは続きますが、もう下を向かずに、まあもうそろそろシーズン半分っていう形になりますが、本当にもうね、ここから一戦必勝で目の前の試合っていうのをしっかりやっていかなければいけないなと、やっぱり思いました。マリさんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。感想いかがでしょう。前回の秋田戦とか今日の試合とかすごい積極的にプレーしてて、なんかやっぱ違くなったなっていう印象もあったし、見応えはすごいあったと思います。で本当にもしかしたら勝てた試合だったなっていうのも、まあ、あるので、まあね、高澤選手がね PK 失敗しちゃったのはもちろんそれはね、仕方ないことだと思うんですけど、私リオ君が蹴るのかななんてちょっとなんかニヤッとしながら蹴ってくれるのかなとかちょっと期待してたんですけどまあ PK に関しては失敗する場合、ね、場合もあるし成功する場合もあるので、それはもう仕方ないことだと思って、ただやっぱりね、点を決められなかったのは悔しいかなっていうのが思います ね。じゃあやっぱりゼロでね、抑えられたことは良かったと思うんですけど、ゴールを取らないとね、もちろん勝ち点3、なんだろう、失点しなければ勝ち点1は絶対なんですよ。だけどゴールを奪えなければ勝ち点3は取れないっていうね、だからその両方があるので、やっぱりそこをね、こうね、まだまだシーズン半分残ってるんで、今まだ何かを、ね、言う時期じゃないかなという、はい、我々はで、もちろんそのフロントスタッフであったりとか強化部であったりとか、もちろん勝つために選手たちもね、やっているところはありますの でそれを、まあ、もちろん、ね、その方々はじゃあ目の前の1試合どうね勝たなきゃいけないみたいなことを考えていかなきゃいけないけど、我々が下向いててもしょうがないっていうところがねあるので、また次節、はい、頑張りましょう。天皇杯とホームで山口と2連戦っていうね、次、はい、珍しい感じになってますけども、頑張りましょう。2つとも勝てばいいんですよ。そうですね、はいはい、頑張りましょう、はいはい、よろしくお願いします、はい、さあ今日は雨の中本当にありがとうございました。タロシさんにねちょっとご出演をいただこうかなと思います。すいません、ちょっといいえ、着替えたばっかりで、はい、雨大変でしたね。あんな降り方しないでほしかったどうせ降るならずっと降っててほしいし、途中やんでなんであと20分待てなかったかなうん、後半20分ぐらいでした。そうだったと思いますね。もうこのまま あれアクタートークできんじゃないのぐらいのね雰囲気だったのが急に降ってきたから、でしかもどっしゃぶりだったんで、ね、めっしょめしょになっちゃいました。いやー、サポーターの皆さんも大変だったと思いますが、ゴールラいかがでした。いや、ゴールラね、雰囲気悪くないというか、今日は確かに、まあ、点取れなかったですけど、ゴールに迫るシーンが多かったですね。で最後もね、攻め込んであと1本のとこまで行けたんで、やっぱね、
どっちかっていうとこうはっていうよりは高澤に前向けようっていう感じでずっとみんな高澤のちゃんと歌って、もうみんなで前向かせて次に行こうと。そうね、そうね、うん、いう感じで、まあ結局ね、今季初の 2試合連続勝ち点ですからね。そうですね、そうですね、そこはポジティブに捉えていいんじゃないかなという気がしますけど、ね、うんうん、でシーズンまだ半分残ってるんで、はい、巻き返せるチャンスっていうのはまだまだあると思うんですよ、はい、なのでまあ、我々がね、あのこれでいやどうせダメだよみたいな雰囲気になっちゃうと絶対ズルズルっと、はい、絶対行くので、そこだけは本当に我々しないように、うん、あの一戦必勝でね、はい、あの前を向いていきたいなと思いますので、はい、次はダービーですからね。そうですね、アウェーですけど、はい、次で3取れば3試合で勝ち点5なら、うん、まあまあ同じじゃないですかっていう気がしますけどね。でそれをね続けていくことがやっぱり大事で、はい、うん、あのそのペースでいけばあの絶対にね、うん、残留権っていうのは見えてくると思うので、はい、あのみんなでまた頑張っていきましょう。そうですね、はい、ありがとうございます。また次節よろしくお願いします、はい、次からねちょっとあのナイターになりますんで。そうだそうだ、はいはい、そうです、ね、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ということで、たのしさんの言葉にもありました通り、次は6月8日関西でのダービー、栃木のホーム、我々アウェーで、まあ、伺うわけですけれども、まあ、ダービーもちろんね、勝たなきゃいけないっていう試合になります。それはもうダービーっていうところでもそうだし、我々の置かれている状況からしてももう栃木に勝たないとやっぱり上は見えてこないっていうところがあるので、そこをしっかり取って、でホームの山口戦を迎えたいなと思います。で6月12日に天皇杯2回戦で山口、6月16日に、リーグの20節で山口ということで、山口と2連戦という形になりますので、はい、アウェーでね、あのしこたまやられてますから、ホームでやり返しましょう、はい、というところで、速ボイスをお届けいたしました。スタジアム DJ の佐山雄介でした。また詳細に足をお運びください。今日は土砂降りの中ありがとうございました。